やったー、やつさんのノートのおかげで英語の小テスト初めて2桁以上取れたよ。本当、うん、イエーイ。日向のコミュニケーション能力の高さ相変わらずすげえな。ああ、猫間のセッターとも最初から知り合いだったよな。ああ12点で喜ぶなんて。2桁。じゃあ今日は練習計画だね。緊張しなくていいからね。シャッツ、流れ玉には気をつけてね。流れ玉、やべ、着替えないと。来たな、体育館で着替えるな。ごめん、慣れてね。まったく、アサヒさん、お玉かっけえっすね。ひもあ、これヘアバンドね。いやー、西根屋に言われるとちょっと自信つくな。あれ、アサヒさん、イメチェンすか。いやいやいや、実は清水がさ。え、アズマネ、いつもピッチリ結びで将来ハゲそうってさ。俺も気をつけなきゃな。もうハゲてますやん。坊主だよ。田中さん、田中さん、裸で練習するんですか。いや、ちょっと寒いからやめたんだよ。はい、集合。うごろしい。確かにカラスだしね。でも試合になると結構息が上がる。よし、2チームに分かれて試合形式な。はい、さあ、2チームに分かれて2チームに分かれて試合形式だ。いやいや、集中の剣でもトップクラスだと思うよ。はい、来い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 。すごい音だよね。でもパワー型2人に気を取られてるとね、小さいカラスを見失う。俺は飛べる。本当に飛んだ。さあ、ひなた大好き。まだもっと高い打点で打てる。ああ、でもまだ満足してない。よーし、もう一本かかってくぜ。向井くん、ちょっといいですか。ひとかちゃん、ドリンクの粉末取ってきてもらってもいいかな。はい、入ってすぐ右側に箱があるんだけど。入ってすぐ右側ですね。わかりました、お願い。どうした先生、難しい顔して。それがですね、東京遠征の際に借りる予定だった学校のバスがどうやら他の部にかぶってしまったようで借りられそうにないんです。予定より費用がかさみそうで、どうしたものかと。うん、俺ももうちょい OB とかに当たってみるわ。今後もぶつかる問題だろうし。すいません。いやいや、僕もいろいろと当たってみます。まあ、いざとなったら貯金があるんで。その手やめろ。81,900円。いや、少なっ。ゲッツさん、マネージャーやる？あ、ヨネ、まだ何とも言えないっていうか、その、ごめんなさい。